感情が何か欠けてるっていうことがもしかしたら不幸なんじゃないかなと思ってたんですけども、そんなことはなくって、とても温かくなる映画でした。あとみんなの嬉しいがこうちょっとずつ入っているアイテムが落ちてたら私はそのままもらっちゃうと思います。感情の欠落についてなんか理解するのが難しかったんですけど、なんか見てたらいろんな人、なんか役者さんの演技もすごく上手で、そこからなんか感じることがたくさんあってすごい面白かったです。見れば見るほどわからないことばっかりだったけど考えさせられる映画でした。見る前はすごくシリアスな物語かなと思ったんですけれども、かなり笑えるところがあってとても素敵な作品だと思いました。いやすごい面白かった、いい映画でした。個人的には、まあ、喜怒哀楽どれか欠けたら嫌だなと思って見てたんですけど、怒りがないとちょっと一番しんどいのかなと思いました、はい、いやすごい良かったです。どのエピソードも大変面白かったですけど、長女の卑弥呼の回がすごく大変面白かったです。で、セリフの中にドキッとするような言葉がたくさんあって考えさせられる割と、意外に深い映画でした。そう、卑弥呼の回スケールも大きくてちょっと風刺もあったりいろんなテーマが隠されていて一番大好きでした。分かり合えない部分もあるんですけれども、それぞれ の登場人物の中に一緒に必ずいてくれる人っていうのがどの物語でもいたと思います。いろんな環境に置かれながらも自分のペースでしっかり毎日を生きているからこそそういうふうに自分についてきてくれる人がいたりとか、一緒にその共にいてくれる人がいたりとか、それから手助けをしてくれる人がいたり、なんか分かり合えない可能性っていうのを本当に感じさせてくれる映画でした。それぞれ の4つのお話のテイストがいろいろあって、とても楽しませてもらいました。また世界同時上映でまた世界でどういう反応があるのかなというのもすごく興味がありました。人は誰しも感情っていうのを欠落している部分があると思うんです。でこの映画4人の主役の方がいるんですけど、必ず誰かしら共感する人が出てくると思います。みんな楽しみにしてください。はい、久しぶりにとても、見たいという映画に出会いました。はい、4兄弟、どの兄弟もとっても愛しくて、感情がないっていうのが忘れてしまうぐらい、周りの人たちも、一緒に寄り添う、とってもいい映画だなと思いました。また上映が楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。